はい、皆さんこんにちは。ひなでーす。たかです。エイティブログでーす。動画のタイトルにもある通り、マカンがぶっ壊けました。でっててーん。もう3ヶ月で壊れることは思ってなかったよ。まさかのまさか。納車3ヶ月ですよ、まだ。うん、3ヶ月ですよ。これが3年とかじゃないからね。1年じゃないよ。3ヶ月だったかな。3ヶ月で新車のマカンがぶっ壊けました。おー、めっちゃかっこいい。もう日本車を買っとけばよかったね。やっぱり世界のトヨタですよ。あ、日本車だったら絶対壊れないでしょ、3ヶ月で。ドイツ車期待しちゃダメだよ。そう、ドイツ車ダメだね。もうあのマカンちゃんは売って日本車のトヨタ。だってまだ距離で言っても3000キロ走ってないぐらい、うん、まあ月に1000キロぐらいは走ってるから、うん、めちゃめちゃ快適だと思ってたけど、そう、運転は楽しい。座り心地もいい。長距離に走ってもめちゃめちゃいい。高速道路も楽しいし、うん、山道のワインディングも楽しいし、まあ、街乗りも快適だし、買ってよかったと思ったら、3ヶ月間は買ってよかったと思ってた。3ヶ月後にこんな悪夢が来るとは思ってなかったよ。そうだね。だから買うまでにいろいろ調べたんですよね。壊れやすいメーカー、そういうランキングを出してて、はい、で一番壊れないメーカーは何か知ってますか？トヨタ。半分正解。レクサス。ああ、そう。世界のトップランクで壊れづらいメーカーはトヨタの中のレクサス。で、日本車がずらずらずらって並んでる中にトップ10以内にポルシェは入ってたんだよ。で、アウディ、メルセデス、BMW とかはもっと壊れやすいメーカーでランクがすごい下だったから、まあその御三家と比べたらポルシェって壊れないんだろうなと思って安心して買ったところ、3ヶ月です。社長。でもポルシェの中でもマカンはほとんど壊れない。911とかの方が壊れやすいみたいな。あ、そう、パナメーラとか、あのセダンタイプであるんですけど、はい、パナメーラってやつが、そいつはハイブリッドのパナメーラとかだとよく壊れたりとか、要は電気系統は弱いのよね、やっぱね、多分ドイツ車って。でマカンはその中でも、まあ、壊れづらいと噂があったのにもかかわらず、たった3ヶ月壊れました。私はあれだけじゃないんでしょ、他のマカンは壊れないけど、私たちはたまたまちょっとアンラッキーだったっていうことだよ。多分そうだと思う。それかちょっと聞いて。タカの運転が悪いから壊れたっていうこと。レナ社長の運転が荒すぎたかもしれない。なら私ほとんど運転してないよ、この3000キロの中で。私は走った、運転、うん、10キロぐらいだよ。俺のせいにしたいってこと。もちろん。あ、でもそこまで飛ばしてもないし、本当に丁寧に、自分の子供のように丁寧に扱って乗ってたから。そうだよ、私より好きだよ、ポルシェ。マカンちゃんね。おマカンちゃんと一緒に寝たいぐらい大好きなんだけど、だから多分たまたま僕たちが買ったマカンの個体が運が悪かったっていう。そういうことだね。多分そういうことだと思う。はい、ちなみに壊れたのが、うん、車のなんかエンジンとかじゃなくて、うん、そう、エンジンがぶっ壊けたとか扉が開かなくなったとか、そういう大々的なぶっ壊けたではないです。ただ一番その快適さを壊してる、一番大事だからね。そう、エアコンが壊れました。そうなんですよ。急にエアコンが効かなくなったんだよね。スイッチオンになってるのに風だけ出てくるんだけど、すごい生ぬるーい嫌な感じの風がバンバン出てくるっていう。で、エアコンがさ、3ヶ月で壊れるっておかしいじゃん。まずエアコンフィルターもさ、新品なわけじゃん、うん、で、エアコンはまあ使ってるけど、毎回乗った時に。でも新車で3ヶ月でエアコンぶっ壊けるなんて聞いたことなかったから。でもタカがいつも一番ローにしてるから、一番高くのあれを、なるほどね、できるだけ一番寒くしてるから、日本の夏に負けたかもしれないよ。エアコンマックスで使ってたから、ドイツだとそういう使い方を想定してないかもしれないね。そうだよ、夏は涼しいから。日本みたいにエアコンガンガンつけて走るみたいな、うん、想定してなくて、うん、日本の気候がドイツのポルシェの合ってなかったかもしれないね。そうだよ、だからタカの使い方の問題というわけで、エアコン効かなくなって、はい、もう汗だらだらですよ。もう灼熱のサウナ状態ですよ、車の中。ブラックボディでブラックの内装だから、もう速攻ポルシェセンターの営業マンの方に電話ですよ。グレイグレイ
じゃなかったよ。エアコン効かねえじゃねえかこの野郎。全然違う出前でしたよ。冗談です、冗談ですけど、いつもお世話になっておりますって言って、急にバカなんですけどエアコンがちょっと調子おかしいみたいで、すごい丁寧に対応してくれて、でそのもう旅行の帰り道そのままポルシェセンターに持ってって、で見てもらって、うん、でその当日は、まあ、何が悪いか分かんなかったから一旦入院だったんだよね。ポルシェのマカンちゃんをポルシェセンターに置いて、でそのまま台車を出してくれて、台車がポルシェだ思ったら、うん、違います、ポルシェが高いから、あいつが壊すからこいつに乗せたら壊すかもしれないから、だって3ヶ月で壊した男ですからね、ここ。そう、新車のマカン3ヶ月で壊した夫婦ですから、だからもうこうだよ。アウディの Q5 を乗ることができました。でその Q5 が今ちょっと旅行とかにも使ったりして、そう、それによってポルシェのマカンの良さがめちゃめちゃいいということが分かってきたよ。レナ社長はポルシェのマカンの方が好きらしい、うん、で俺は両方良さがあるんだと思って、マカンの良さもあるし Q5 の良さもあって、なんかねキャラクターが全然違うじゃん。分かんない、で言うと私運転してないから。あ、そっか、だから助手席に乗ってる感じだとマカンのが好きってことで、全然いいよ。で運転手なりの目線で言うと、まあ、Q5 にも良さがあって、でマカンにも良さがあって、まあどっちも売れてる理由が分かるというか、両方日本だと人気車種じゃん、 Q5 も、はい、マカンもっていう感じで、今は Q5 がいます、はい、我が家には。で、マカンを預けて Q5 もらって、今2日ぐらい経って、で、営業の方から電話がありました。まあ1週間以内にエアコンが効く状態にして返してくれる、返してくれると。で、それ全部保証に入ってるから払う必要もない。そう、一応新車保証で。よかった。これで例えばさ、保証効きません、10万円ですって言われたらさ、いや、やだよ。もうマカンいりません。もう今一応プレミアついてるからマカンって。新車で買うと2年増しとかだから、新車で買うよりも中古で買う方が高くて、多分売ったら新車で買った時と同じぐらいかちょっと高いぐらいで売れると思うんだよね。すごい。だからもうさすがに、うん、いりませんって、お引き取りくださいって言ってマカンちゃんを売るっていう。まあそれは冗談ですけど、好きだと思ってたのに。いや大好きですよ。私たちはこの週末にマカンちゃんをまたピックアップすることができます。ポルシェが帰ってきました。いいポルシェ、いいポルシェ、嬉しい嬉しい、嬉しい嬉しい、寂しかったよね。とうとう帰ってきましたね。もう今日はせっかく帰ってきたからドライブに行こうと思ってました。本当にここの助手席の座り心地がこれの方が断然にいいよ。やっぱ愛車はいいですね。あ、ポルシェが最高。ちなみにこの壊れてたエアコンですけど、はい、結局ちっちゃいプレッシャーセンサーっていうのが原因だったらしいです。だからエアコンが丸ごとぶっ壊れてたわけじゃなくて、センサー、圧力センサーが壊れてて、エアコンの風が出なかったと。ちなみにプレッシャーセンサーがよく壊れるものなの？いや、マカンだとほとんど壊れないってメカニックの人が言ってた。じゃあ私たちめっちゃアンラッキーって感じだね。なんかポルシェの中でもパナメーラとかはたまに壊れたりするんだって。でもマカンはほとんど壊れないって言ってて、たまたま私の方で壊れて、たまたま僕たちのマカンちゃんは良くなかったかもしれない。でもなんか運転の仕方とかはそういう問題じゃないって言ってたから。で違うよ、タカがエアコンを使いすぎてるよ、それだよ。それがあるかもしれない。真夏はマックスに良くするから。そうそうそう、それ。まあパーツもポルシェセンターにあって、そうだからパッとパーツ交換してくれて、まあ1週間2週間、まあ私たちも取りに行けなかったし、だからまあそのパーツを交換してくれて、今はバンバンエアコンガンガン効きます。こう試してみる、これ出なかったら終わらない。そうそう。はい、ここで何だったっけ、マックス AC で聞こえるかな。おお、冷たい風出ますね。よかったね、タカちゃん。よかったね。これで真夏も乗り越えれますよ。そうそうそう。だからもうそろそろいらない時期にもなるけど、今度は暖房が壊れるかもしれない。そう。プレッシャーセンサーがもう一回壊れて。いや、もうだったら売るよ。あったかい風が出なくなる可能性もある。だったら売るよ。もういいや。次壊れたら売却ですか。そう。もうこの車はもうこれから3年間1回も壊れなければ期待してるよ。壊れるんじゃない？カーナビが壊れるとかさ。ノー。ライトがつかなくなるとか。ノー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 。
ポルシェが高級車だから何も壊れないということだよ。はい、とのことで、まあ、ポルシェが帰ってきて、これからまたたくさんたくさん利用して、いろんなところにドライブに行きたいと思います。壊れないことを祈りながら、あとはぶつけないことを祈りながらそう、お願いしますよ、タカちゃん。事故に関しては俺の責任になってしまいますから、ね、そうだよ、そうそうそう、擦ったり、追突されたり、うん、自分が追突したり、あ、怒るよ。去年僕一回追突されましたからね、後ろから。はい、なので、事故だけには気をつけて。ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。